はいどうもー、楽系です。今日はですね、あの、鬼滅の刃。めちゃめちゃ有名じゃないですか。で、あのー、まあ、リサさんとかもね、含めて有名だと思うんですけども、まあ、一般の方にもね、だいぶ浸透してきたかと思うんですけど、僕ね、あの、鬼滅の刃、すいません、見てないんですよね。ただ、あの、禰豆子と古城忍だけはもう知ってて、はい。で、まあ、古城忍のね、ボイスを今日聞いてたら、めちゃめちゃね、可愛くてね、癒される、まあ、上品でね、 もう好きになりましたはいで、まあ、声真似をね探してるとねめちゃめちゃ似てる人がいたので,でその人のね声真似を聞いていただくんですけどもね古町忍に言ってほしいことをね皆さんリクエストして言ってもらってるんでねちょっとそちらの方も聞いていただけたらなと思います。